皆さんこんばんは、ななみです。今日は、息子のお弁当作りということで、本当にね、久々に何年かぶりなんですけども作ったので、そちらを見ていただけたらいいなと思います。はい、それではビデオスタート。
食べる、うん、はい、どうぞ食べて、こっちこっち美味しい？美味しい。やろうか。美味しかった。美味しかった。よかった。こっちで入れてて、いいじゃん。うん。見てこっち。めっちゃ晴れてる。楽しみ？今日。うん。え、バッグ持ってていいんじゃない？うん、いいね。楽しんできて。おせんべい持って帰ってくるでしょ？うん。虫、あ今日はどこ行くの？お弁当いっぱいフルーツ入れた。Thank you. はい、Thank you. じゃあこれはしょいで、これね。はい。どうぞ。ありがとう。美味しいの？うまい。気をつけてね。今日は雨降る。うん、雨降る。行ってきます。はい、みんなもじゃん。いらっしゃい。はい、ということで今見ていただいた通りなんですけど、無事作り終えて、しかも息子が帰ってきた時にもうほんと全部食べてくれてて、めちゃめちゃ嬉しかったです。ほんと久々作ったかな。幼稚園の時は週に2回作ってたんですけど、そうまたね、次男がね上に上がった時にそういう生活が始まるんですけども、久々に作ったお弁当はこんな感じでした。息子のリクエストのお肉ばっかりだったんですが、まあ、何か参考になる部分があれば嬉しいなと思います。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。